こんにちは、加藤登紀子です。今日は、この6月16日に歌う横須賀芸術劇場の客席の中にいます。このホールは本当にできてすぐから何度も何度もここで歌ってきたんですけども、改めて客席に座ってみるとこのホールの素晴らしさを感じますね。今回は50周年でここでリエパーヤからオーケストラを招いて歌ったコンサート以来3年ぶりになります。今年のコンサートが50周年よりももっとさらに私自身の歴史を語ったコンサートということになると思うんですけど、時こそヒストリーというタイトルがついています。加藤登紀子コンサート花はどこ行った、1968年から半世紀経った2018年のスペシャルプログラムということになっています。私の68年というのは、大学を卒業した年で、そして私が自分のシンガーソングライターとしての歩みがそこから始まったというふうに思っています。一人寝の子守唄、知床城など大事な歌は全部そこから私の中で始まりました。そして百万本のバラ、さくらんぼの実る頃など私の中で出会ってきた歌の向こうにとっても深いヨーロッパの歴史が浮かんできます。今年は特にバラライカのロシアの楽器を一緒に演奏の中に加わってもらって、私の原点であったロシアの音楽も含めて歌うことになりました。なかなか二度とできないような意味で私のベストセレクションのコンサートになると思います。最後には百万本のバラをこの地元のコーラスの皆さんと一緒に歌い上げる、フィナーレになります。お楽しみに、皆さんで誘い合っていらしてください。私もここで歌える日をこうやって座りながらもうワクワクするような楽しみな気持ちで待っています。16日の土曜日4時半からの開演になります。ここで会いましょう。